地球上公園内野球場は、三重県津市にある岩田川にほど近い、地球上公園内にある野球場。津市営球場と呼ばれたりするほか、単に津球場と呼ばれたりもする。コンクリート剥き出しの高い壁が、球場全体を囲んでいる。1959年完成。球場の敷地は、津空州で消失した、東洋防石工場の跡地である。 全国高等学校野球選手権三重大会の試合会場として使用しているほか、過去に三重県で中日ドラゴンズでのプロ野球公式戦が開催された際に使用されていた歴史の古い野球場である。なお地元の県域テレビ局の30テレビ放送の夏の高校野球中継は、かつては地球場と四日市市営霞ヶ浦第一野球場で開催される試合を テレビ放映していたが、2008年頃からは、地球上での試合はほとんど放送されることがなくなった。1975年の第30回国民体育大会公式野球競技の会場になった。2010年から2011年まで存在した、ミエスリーアローズが本拠地として主催試合を行った。2018年度から2021年度まで、 約6億4400万円をかけて改装工事を行い、収容人数8420人を維持しながら、木製ベンチをプラスチック製に変更したほか、駐車場を旧市体育館跡地にまで広げて547台まで拡張した。2021年7月1日にリニューアルオープンすることが発表された。所在地、三重県津市本町31番1号津。 球場公園内、ありがとうございます。